回は今回は、まあ、70回目なんですけど、その今日たどり着くまでに単発照射じゃなくて連続照射っていうのをやってたんですよ。それで今回は撮っていきます。まあこれ電源を入れました。今これ L1 ってなってるんですけど、これを電源ボタンをもう一度押すと H1、 これが連続照射ってことなんですよ。まあ連続って言ってもバチ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 ってなるわけじゃなくて、パチンで3秒ぐらい間隔が空いてまたパチンってなるやつ。まあちょっと単発よりか楽です。ただ3秒ごとになるんで、その間に皮膚に当てておかなきゃいけないという、それだけでは。今日もこれ1日日に沿ってない状態です。で、レベルを5、レベル5にしました。じゃあこれで連続照射をやっていきます。アタッチメントはなしで、まずもうこの辺ね、こうやって連続照射になってます。音が聞こえかな。今光ってるから分かると思うんですけど、ちょっと口元寄ってる間は喋りづらい。ちょっとね、顎をこうやってひげ伸ばした状態でやるとちょっと痛いのよ。痛みをね軽減したいんだったら、まあひげをちゃんと剃ってでアタッチメントをつけてやればレベル5でも痛みはそんなにないっていうかほぼない。アタッチメント取ると効果はあるけど痛い。慣れれば連続照射の方が楽です。慣れきた。
旦切ります。切った理由としては、このもみあげの下、この辺はひげ剃った後でも私はね痛いんで、この時はこうアタッチメントでつけて、また電源入れて、次は連続じゃなくてもいいかな、単発照射のレベル5にしてやります。まあ、連続照射のいいところはわざわざスイッチを押さなくていいところですよね。単発照射だったらスイッチを押すタイミングがねずれちゃったりするんでね。あとはまあ連続照射の方がスーッていける気がします。痛いところを連続照射で無理やりやっていくのはいかがなものかと思うので、私はもみあげの下はこうやってますカーッといってアタッチメントつけて単発でやっております。ということで、今回は連続照射の解説をしていきました。では次は80回の時にお会いしましょう。バイバイ。